どこだ、行く。3連敗中の広島は、9月は4勝17敗と大失速しているが、先発床田がいきなり、初回に村上に33号、ツーランを浴び先制を許した。5回には小園の失策から村上、山田、丸山にタイムリーを打たれ、5回を今季、ワースト6失点で降板。球団の月間最多敗戦は、1953年9月に記録した19敗。床田は、8月28日、中日戦の勝利から、4試合勝ち星がなかった。先発床田は今季25度目の登板、試合前まで11勝7敗、リーグ6位防御率 2.08。前回の9月19日、ヤクルト戦は5回を10安打、今季ワースト5失点で負け投手。今季のヤクルト戦は6度目、3勝1敗、防御率 2.45 だった。床田は1回、長岡をセンターフライ、西川をショートゴロに打ち取るも、2アウトからサンタナにライト前ヒットを許す。村上にカウント2ボール1ストライクからツーシームを捉えられるとセンターバックスリーンに33号ツーランを放り込まれ2点を先制される。村上は直近15戦10発、今季マツダスタジアム初ホームランとなった。床田は5回、長岡にセンター前ヒット、西川に地球でノーアウト1・2塁からサンタナのサードゴロを小園がトンネル、長岡に本塁帰還を許し0対3となる。続く村上には左中間にタイムリーツーベース、ワンアウト後は山田にライトへタイムリー、丸山にはセンターにタイムリーを飛ばされ、0対6となった。床田は5回を111球、8安打、今季ワースト6失点で降板。矢野3番とかリトルリーグかよ。おそらく、いやマジで借金5で終わるよ、情けないな。打たれる点取れないじゃ勝てんよね。ボコボコ、やる気ないだろ。このチームは、ダメ石か電話、吹原か？しかし全く勝てる気がしない。あとの間の走塁かれとる。とにかく野球やめ。ここまで来たら、月間ワースト負け数の日本記録を作ろうよ。今日の試合で、4位確定ですね。広島の打者はこれでいいの？ずっと調子が上がらないとこだ。今日も5回までくらいかな。横浜も負けそうだから、まだまだチャンスある。秋山と若いので2点返したのに、野間さん併殺はダメだわ。もう、勝負あり。誰でもいい、なんとかして。最下位のチームに負ける弱さ。今日も期待できませんね。先週の木曜日と同じピッチャー相手なのに、全く学習しないんだな。大丈夫かよ。はい、今日も負け。9月平日無勝ち継続中。月間敗戦数更新もほぼ確実やろな。はい、終了。